今日もマイクつながってるかどうか確認でバイク乗ってます。スーパーカブ JA59、ですね、なかなかうまく音声がつながらなくてっていうことでいろいろ確認していたら、インスタ360には AirPods 接続っていう無線接続の機能がついてて、それが AirPods じゃなくてこのヘルメットについてるインカム接続ができたんですよ。それこの間ね、やったんですけども、で今日もう午後4時なんですけど、午前中に乗った時に、インカムと iPhone つないで音楽を聴きながら、それで、インスタ360か、撮影機材の方では音声を撮って録画しながらちょっと一回りしてこようかなっていうのをやろうかと思ってたんですけど、このインスタ360とインカムがつながっていると、インカムがつながっていると iPhone とインカムがつながらなくなっちゃうんですね。で iPhone の方が優先してつながるみたいで、 iPhone が近くにあるともうね、インスタ360と、インカムの無線のつながりが接続がなくなっちゃうということが分かりまして、やっとですよ、午前中やってて午後の4時半にやっとそれが分かって、今ね iPhone の接続、Bluetooth 接続っていう機能をオフにして、そうすると今なんかどうやら動いてるげなんで、また試し撮りしてます。そんなことなんですけれども、よいしょ。どうですかね。まだ言ってるけど。撮れてますか。あと、その午前中で少し分かって、このマイクをね、棒で口の前に持っていく、ZL 型のじゃなくて、フルフェイス型のマイクもあるんで、この棒がないから邪魔じゃなくていいかなと思って、ヘルメットの中に仕込んで喋ってみたら、よく撮れないんですね。ちょっとこもっちゃってて、そんなもんでまたこの口の前まで棒っていうか、これで持ってって口の前にマイクが置けるような形のものに直しました。それでまたね、いくらかいいんじゃないのかなと。あとね、問題なのは編集ですね。いろいろ何の編集もしてないですよ。つないで貼って、そんなもんでね、その編集してるのは iPhone で、動画は編集してるんですよね。余分なところを切ってつないで、音楽入れて、そんなぐらいしかできないもんですからね。音声のコントロール、音量の調整とかは何もしてないんで、やればいいんでしょうけどね。そんな感じなんで、あとはだから編集の問題かなって、思います。こんなね、ちゃんと元ブログか、ブログって、なんつうんだか、喋りながら、乗りながら、YouTube にアップするなんて思ってもいなかったんで、適当でいいかななんて思ったら、結構気になりだしちゃってね、それで、どうしようかなって今やってるところなんですけれども、これね、交通のあれになるけど、バイクの乗り方になるけど、右折するんでね、センターライン寄りに寄っておきます。確かそんなこと教わったんだよな、教習所でな。右折するときはセンターライン寄り、左折するときはね、左側に寄って、これで信号待ちということじゃなかったっけ。そうなんですよ。だからね、
マイクで喋りながらって、オートバイ乗って、見てくれる人いるんかな。ていうか自分のね、あの思い出のために、あ、自分のほら、思い出のために記録が残ればいいかなっていう感じで、思って撮ってるんですけどね。やっぱり、音声が悪いとちょっと、聞き苦しいような動画になっちゃってるんで、まあ少しでも良くなればいいかなと思って、それがまだなかなかうまくいかないんですよね。でね、なんかうちにある機材だけでなんとかしようと思って、買い足すとかそういうの高いんですよね。言ってね、はっきり言って、この間、本当はさ、GoPro で撮れば画像ももうちょいよく撮れるんで、インスタ36もあるように。GoPro で撮ってね、マイク繋いだんですよ。そしたらマイクは、GoPro は、なんだっけ、タイプ C のケーブルぶっ刺しても音声は繋がんないみたいで、マイクアダプターっていうのが8000いくらするんですよね。それ、一回注文したんですよ。買ったんですけど、Amazon から届いたのが、自分の持ってる GoPro に対応されてないやつ。GoPro5 を持ってるんですけど、5用のを注文したら違うのが来ちゃってね。それで、知ったもんだしてて、出品者の対応もあんまりいまいちだったんで、もういらんねっつって、送り返しちゃったんですよね。だから、勇気を出して頑張って8000いくらの買ったんだけど、また返金されてきました。少し寒くなってきたね。時刻は4時43分。ヨタ話しながらくるっと一回り、しています。なんでこの日に、4時43分頃バイク乗ってるかというと、今日は有給休暇です。有給をね、なんか取得しなきゃいけないっていうのが決まって、その有給休暇を取るノルマがあるんです。何日取んなきゃならない。それちょっと足りてないんで、今日はお休み。またもう一日あるんですけどね、その一日休むと止まった自分の仕事を取り返すのが大変なんだけどな。まあでも、そのおかげでね、休みやすい環境にはなってるなと思います。あ、いい匂い。いい匂いがするな。なんだろうな。なんだろうね、この、あ、わかんないよね。なんだろうね、つったって。あ、どっかにあるんだよな、確かな。あ、マック食品があるんだ、ちょっと先に。このね、右手のちょっと先にマック食品があるな。何作ってる会社だか知らないけど、もうちょい先にはね、なんだっけ、カップラーメン作ってる工場もあるんですよ。もうちょい先に。前橋市に入るんですけどね。なんかね、お金かけてどんどんいい機材買って、その、で、やるほどでもないなと思ってさ。ねえ。おー、いいね。ほら。で、今の年齢で57なんですけど、買っちゃって、ほら、サラリーマンだからさ、どんどん給料も年頃になってきちゃうと思うんでね、買えるうちに買っちゃって、そうすれば、あと何年かは、ということな、思い切って J59 スーパーカブちゃん買っちゃったわけなんですけど、55でね、買おうと思ってて、57の終わり、3年ぐらい思ってて、やっと買えたんですよ、これ。実は。で、今、楽しくてしょうがないという。
ことです。いろいろやりすぎちゃってるからね、趣味を。困ったもんですよ。はい、ここはもうちょい言うと、なんだっけ、新堀か、前橋、南モール、前橋南モールのところに入ってきます。あ、寒い。そのまま赤城山の方でも行って夜景でも見て、4時半でしょ、5時半ちょっともう暗いからかなと思ったけど、そんな根性もないんでもう帰ります。今日は夜景は出ないかな。赤城山が曇っちゃっててちょっとよく見えてない感じなんでね、夜景もそんなに綺麗じゃないかな。また夜景は次の機会に。そうすると今度はあれですよ、夜景が撮れるいいカメラが欲しいなんて思って、困ったもんですね。カメラ買わないですけどね。はい、じゃあこれ今福島橋を渡ってこっち来たんで、逆に今度は横手大橋っていうのがあるんで、そこを渡って、前橋から玉村の方に戻って帰りたいと思います。あ、行けるな。ここもね、俺前橋で地域で働いてたんですけど、今高崎になって5年6年か、前橋のエリアしばらく来なかったら本当に変わった。ユニクロでしょ、イケアでしょ、ワークマン女子っつうのがあって、あ、ちょっとユニクロの方回ってみよう。そうだ、そう考えれば6年7年はこの道通ってないな。ちょっと民家なんでゆっくり静かに行きますね。これは何、駐車場か、ガリバーか、でっけえ。イケアもでっけえ。ガリバーってなんだっけ、ゴルフ屋さんだっけ。イケアもでっけえ。あ、イケア今度寄ってみるかな。なんかあるんですよね、なんかね、光物の、電球関係、そういうのが好きです。ついつい買っちゃうんです。また言ってる、わけもわからない衝動が。おー、何年かかった、結構計画してから出来上がるまで長かったような気がする。おー、でかい。ここはね、前橋南インターのすぐ近くです。イケア、なんでこんなに丸くカーブしてるんだ。ガリバーってあれか、自動車屋さんだ、ゴルフ屋さんじゃなくて自動車屋さんだ。もういっぱい並んでるね。ここはアルファードばっかりだ、ラブフォーばっかりだ、ここすげえな。いや、ガリバーゴルフ屋さん、ガリバーって自動車屋か。左が行け、セルフレギュラー160円、高いかな。俺が入れてるところは安いかな。あ、コストコもあるんだね。ワイルドワンだって、キャンピングカーの。ああ、そこも会員になって買う、いいね。南モール、パワーモールっていうんだ、本当は。なるほどね、プロに。もっと、
ってる人だじゃない、もっと、もうとっくにできてんだよ、なんて言うかもしれない。いつできたんだ。俺は初めて通った。じゃあ、じゃあ横手和紙の方帰りまーす。イチョウの木ももうでかくなったね。でかくなったっつうか、若かりし頃ここら辺の工事しまして、何の工事か言わないけど、もうこんなにでかくなったんだ。でこの車の量はなんだ。木がでかくなったよね。ほんと電柱より上行ってるもんな。木と電線が触れたらあんまりよろしくないよね。あと、なんだっけ、信号を右に行くと鶴屋っていうスーパーが、鶴屋もできたんだよね、そういえば。鶴屋好きなんですよね。群馬の鶴屋は寄ったことないですけど、好きで長野をよく行くんですね。その長野行った時に、鶴屋でね、お惣菜買って、車中泊して、スキーをするという。もうよくやるんですけど、大体わかりました。ここら辺南モール一帯の感じがね、本当にうちからすぐ近くないのに、5年も来てなかったかな。5年どこじゃない、6年か7年来てなかったね。はい、ここは横手大橋になります。利根川にかかる橋です。左手のね、関越自動車道になります。南前橋玉村南インターから上りですね、乗って、前橋玉村南インターはスマートインターだっけ、あ違うな、普通のインターだっけ、上り方面、東京方面に向かっています。高速は乗ってないですけどね、現在だから高速乗れないけど、そんな速度を走ってました。あー、なんか午前中さっき言ったヘルメット問題、音声問題と、うちの部屋のちょっと掃除と、あともう冬が近くなるんで、スタッドレスに自動車を履き替えたぐらいで、もう暗くなっちゃいました。そうすると明日また仕事が、多分山のように机の上に置いてあるかな。1個電話があってね、ちょっとトラブっちゃってるんで、それも解決しなきゃなと
トラブって言ったって、仲間が教えてくれたんで、トラブル前で終わるかなっていう。間違ってたもんはしょうがないんでね。なんとか解決しなきゃなって思います。はい、横手大橋を渡り終わりまして、山村の県道は何つうんだ、ここ24号だ。24号へ行きます。あれ？4速で、今40キロで走ってるけど、このくらいが一番気持ちいいや。今度は超ロングツーリングやってみるかな、ソロで。このくらいのスピードで行けるような道を選んで。今日満月、あ、ちょっと欠けてるか。あ、関根さん。さっき通り過ぎた関根音。昔はね、ずっとそこでばっかりオートバイ買ってて、ツーリングとかもお世話になったしね、ミニバイクレースとかもお世話になったし、このバイク違うとこで買ったんで、寄れないや。まだ元気そうでしたね。40キロちょっと超えたぐらいのスピードで走るんが一番楽でいいや、これな。40キロ制限のところ40キロで走るとちょっと後ろが はい、じゃあまたね、うち帰って撮れてるかどうか確認します。楽しみです。次回はね、友達、仲のいい友達、この間自転車で長瀞までそば食いに行った連中とツーリングの予定があります。お楽しみにしてください。大した動画じゃなくなっちゃう、いつも大した動画じゃないですけどね、いただければ幸いだと思います。それでは。